今日紹介する作家は夏目漱石。明治41年に朝日新聞に連載され、後に門、それからと続く三部作の第一作となる長編小説です。夏目漱石、三四郎。九州の田舎から東京に出てきた小川三四郎を主人公に、彼が都会で出会ったさまざまな人物との交流や恋愛を描いた青春小説の傑作。三四郎がヒロインの峰子と初めて出会う印象的な場面です。ふと目を上げると、左手の丘の上に女が二人立っている。女の一人は眩しいと見えて、うちわを額のところにかざしている。顔はよくわからないけれども、着物の色、帯の色は鮮やかにわかった。もう一人は真っ白である。これはうちわも何も持っていない。この時三四郎の受けた感じは、ただ綺麗な色彩だということであった。けれども田舎者だから、この色彩がどういうふうに綺麗なのだか口にも言えず筆にも書けない。ただ白い方が看護婦だと思ったばかりである。三四郎はまた見とれていた。二人は申し合わせたように用のない歩き方をして坂を降りてくる。坂の下に石橋がある。二人は石橋を渡った。左の手に白い小さな花を持って、それを嗅ぎながら来る。これは何でしょうと言って仰向いた。これは C と看護婦が言った。まるで子供に物を教えるようであった。そう、実はなっていないのと言いながら仰向いた顔を元へ戻す。その拍子に三四郎を一目見た。三四郎はぼんやりしていた。やがて小さな声で、矛盾だと言った。大学の空気とあの女が矛盾なのだか、それとも未来に対する自分の方針が二道に矛盾しているのか、または非常に嬉しいものに対して恐れを抱くところが矛盾しているのか。この田舎での青年にはすべてわからなかった。ただなんだか矛盾であった。地元なんかお祭りしょぼいから、そう、お店が来てもいい、かき氷と焼き鳥しかなくて、一つのお店がこう二つやるみたいな。ここら辺バーベキューバーベキューみたいな感じでこうやって置いて、しかもそれなんか盆踊りをするとタダでもらえる、買えるんですよ。